ショートバウンドが難しいよね。バウンドした直後もう弾くと決めて弾いたこと。使ってます。ドロップボールで分かってる、ルール分かってる。ルールはそうだけど、大抵はその時ボールも取ったチームと反対側チームにボールを蹴らせて相手にボール渡したって言って再開するのがルール。いや、ルールじゃない、ルールは同時に良い色なんだけど、うん、そうそう、怪我してる時にわざとスローになってさせた時に相手にボール渡すと一緒で、あっ。
よし。ボイス1点取ったみたいな。とはね、終わっているぞ。ボイス1点取った。どこ行く？あと半分。大体そう。いつもそうでしょ、公式戦って。みんなさらに行くと。強い。あっち気になっちゃう。フリーキックだ。いい場所でフリーキックだ。ここちょうどポールで見えるのだ。うわ、キーパー安定しとるよ。揺れるんだ。動かんで。
Thank you.
ピリッツベースがいいんじゃない。Ha ha ha!